サラーフ・ジャディードは、シリアの将軍で、アラブ社会主義バース党の政治家である。1966年から1970年までは、シリアの事実上の指導者であった。ジャディードは1926年に、湾岸のジャブラシとラタキアシに近いドゥワイルバーブダムラのアラウィー派の家庭に生まれた。1924年生まれという記録もある。ホムス士官学校で1946年。 シリア軍に入隊した。シリア社会民族党の創設メンバーであったが、後に、ミシェル・アフラクやサラーフティーンアルイコール・ビータールが、率いるアラブ社会主義バース党に加入した。当初は、アクラムアルイコール・ホーラーニー派であった。シリア社会民族党にも近く、兄弟のカッサーンは、主要メンバーであった。 1950年代には再び転校し、エジプトのガマール・アブドゥル・ナーセルに共感するアラブ民族運動のメンバーとなった。エジプトとのアラブ連合共和国へのシリアの加入を支持していた。アラブ連合共和国時代はエジプト回路に駐屯していた。しかし、1959年には他のワース主義者と共に軍事委員会を結成した。軍事委員会の目的は、 アラブ連合共和国を存続させることであった。最初のメンバーは4名のみであり、他はハーフィズ・アル・アサド、アブドル・カリーム・アル・ジュンディ、ムハンマド・ウムラーンであった。軍事委員会はシリアにおけるバース運動の消滅を防ごうとした。委員会メンバーはアフラクがアラブ連合共和国時代にバース等を衰退させたと非難した。1959年の 第3回党大会では、アフラクの回党決定が支持されていたが、1960年の党大会では、ジャディードが当時知られていなかった、軍事委員会の代表として参加し、決定を覆して、党の再建を要求した。党大会では、アラブ連合共和国を内側から民主化させることでな、セルとの関係を強化することが決議された。党内のホーラーニー派は、 シリアの離脱を主張した。軍事委員会は目標を達成できず、1961年9月にアラブ連合共和国は解体した。解体後に大統領に就任したナーズイム・アルクドゥシーは、ジャディードや他の親ナーセル派を弾圧し、シリア軍から退役させた。ジャディードは民衆の前には現れなかった。一方、第二初期として、政ケミ 軍の主要人物と関係を築いた。党議長で大統領、首相を務めた、ヌーレティーム・アル・アターシー、外務大臣、イブラヒム・マホース、国防大臣、ハーフィズ・アル・アサド、治安責任者、カリーム・アル・ジュンリなどと関係を築いた。アラビー派が多く、数名は軍事関係者であった。また、全員がバースト・サハであった。ジャギードの事実上の統治下において、 シリアは社会主義陣営と進行を結び、イスラエル及び反動的なアラブ諸国に対して強硬路線を取った。アラブ諸国との軍事同盟よりもシオニストへの人民戦争運動を重視した。国内政策においては、シリア共産党員を閣僚にして社会主義的な改革を急激に進めようとしたため、社会不安や経済的混乱をもたらして、後に、 アサドラ恩恵派のクーデターの原因となった。一方で反体制派は厳しく弾圧された。バース等が議会から立法権を奪い、他の政党は禁止された。1967年に第三次中東戦争の敗北によってイスラエルにゴラン高原を占領されて以降は民衆の支持も失っていった。第三次中東戦争後、ジャディード派と 社会主義政策や国際関係についてより穏健な姿勢を取ることを求めるグループとの間で緊張が高まった。後者はジャディードの冒険主義に反対していた国防大臣のアサドのもとに結集した。彼らは高級憲法の制定による国内情勢の正常化、経済の自由化、ヒバーストインとの関係修復、ヨルダンやサウジアラビアなどの保守的なアラブ諸国との 関係改善などを求めた。ジャディードはバース島の文民組織に忠誠を保っていたが、アサドは徐々に軍への支配を確立した。1969年、アサドが複数のジャディード支持者を追放し、これ以降、ジャディードはシリア国内での影響力を失っていった。1970年、パレスチナ解放機構とヨルダン軍の間で衝突が起きた際、ジャディードは パレスチナ人部隊を PLO 軍事部門のパレスチナ解放軍メンバーとして送り込んで PLO を支援させた。この行動はアサドラバース島内の恩恵派には支持されず部隊は撤退した。このことが原因で島内や軍内部でのジャディード派とアサド派の対立が激化した。シリア共産党はジャディード派を支持した。ソビエト連邦の中シリア大使は対立に引き入れられた。 アサドはソ連による干渉に起こり、ソ連を牽制するため、ムスタファ・タラースを北京に送り込み、武器を獲得させ、もう卓東五六を掲げさせた。1970年11月、ジャディードはアサドとタラースへの攻撃を試みたが、アサドは強制運動を展開して、ジャディードを失脚させた。1970年11月13日、 ジャディードは逮捕され、死去する直前までダマスカスの刑務所に入れられた。一方のアサドア2000年に死去するまで権力を保った。ジャディードは1993年8月19日、病院で心臓発作で死去した。ありがとうございます。